おい、ふざけんなよ。一生一人で喋ってたわ。いや、今さ、ね、お写真をこう見ながらやったらいいかなと思って、写真を準備してからちょっと待ってねってずっと言ってた。ここ最近の私ね。これはもうサイズがでかいんじゃ。まずはこれね。僕が10月20日金曜日ぐらいから撮った写真の紹介です。これはね、アイルランドに留学してた時に向こうでね、知り合った日本人の人たちとひょんなことが飲みましょうという話になって飲みに行って、二次会で行った皆さん大好きギネスビアですね。これは皆さん大好き。ちなみに最高でした。ギネス本当美味しいんだよね。ギネスっていうビールはね、まあ得意不得意あるんだけど、このビール格別ですよね。当時みんなでよく飲みに行ったところとかのね、お話をしたりと、アイシーズってまだあんのかみたいな、あるわみたいな話をしてたね。アイシーズガーデンクラブ全然あるんだよね。懐かしいですね。アイルランド行く予定のある方はぜひね、見てみてください。陽キャしか行かないところです。僕らはお酒を飲みながら英語を勉強していました。セントパトリックデーのタイミングで行った方がいいですよ。3月ぐらいですね。いいと思いますよ。で、土曜日はバーベキューをしてきたんだけど、まあほぼ写真は撮ってませんね。相変わらず高校の部活でね、仲良くなった人たちとみんなと一緒にバーベキューをしてきましたとさ、また日焼けをしましたとさ。俺さ、生まれて2回目ぐらいかな、皮がむけました、ね、日焼けした部分の皮が。痛いわけでも何でもないんだけど、ただ皮がむけて、で昨日泊まってる最中結構皮やばかったんだけど、なんかよく帰ってきたらなくなってた。なくなった皮消えた。マジで何も目立たなくなっちゃった。皮なくなったかもしれない。いや、温泉入って、今朝まで結構毛羽立ってる状況だったんだけど。そう、俺ね、もともとね、多分地黒だから、焼けてもなんかこう、赤くなるみたいなのもないし、皮がむけるみたいなこともほぼなかったんだけど、人生で2回目ぐらいですね。皮がむけた、みたいな。手のこう、右手の甲と、なんか、腕の部分がなんか、すごい、ケバケバになってたんだけど、なんか、帰ってきてなくなってたわ。妄想だったかもしれない。まあ、そんな感じでしたよ、と。で、昨日ね、リバでね、慰安旅行行ってきましたよ、と。私、分かりづらいと思うんですけど、日本にもね、これ生えてました。黄色ね。黄色生えてました。一応、バージョンはね、バージョンが一覧ボブン1500万で買ってくれるってことだったので、船橋のレギオンでちょっと待ち合わせってことになりました。通報はされなかったですね。割とどこにでも生えてるんじゃないですか、知らんけど。俺なんかこんなこの花に注目してみたの初めてレベルでなかったんでね。気になる人は見てみたらいいんじゃないですか。花粉の季節ですからね、花粉にはお気をつけて。次にお昼ご飯ですね。なんか蕎麦が美味しいお店に行ったんですけど、そこで私はですね、エビ天が乗ったカレーうどんを食べました。蕎麦が有名なんですけど。まあでもさ、蕎麦がうまきゃうどんもうまいわけじゃん。思いません？あとやっぱり、アイスホットでいた僕はホット派なんですよ。蕎麦もうどんもね。ぶてと逆。ぶて冷たいの絶対頼むってこと？これはありそう。コーヒーとかもさ、買った基本ホット買うんだよね。もうどうしても暑くてしょうがないさ、夏とかだったらまあアイス買うけど、基本ホットとアイスの選択肢があるものって割とホットを選びがちなんですよね。なんでなんですかね、わかんないですけどね。やっぱ気温的には寒くは全然なくて、むしろなんか昼間は暑いぐらいのね、最近よくある気候なんですけど、この日もね、例外なく、この日もっていうか、この2日間ね、
ありえないぐらい晴れてたじゃないですか。私の名に恥じるぐらい。私の名に恥じますよね。まあ、でもさ、10月ってそこそこ天気好きじゃない？そもそもが。そんなことないですかね。天気どんよりみたいな、そんなイメージあんまないんだよね。そんなことないか。10月結構晴れてるイメージ。ちなみにね、あれうどんマジでうまかったっす。で、あとこれね、なんだと思います？蕎麦のお寿司なんですよ。そう、蕎麦寿司すごいよね。食感は蕎麦だよ。サラダうどんってあるでしょ、あれの蕎麦版みたいなやつ、なんか醤油みたいなやつにつけて食ってたのよ。あー、一口で食べないと崩れるな。まあこれそんなに大きくない。そうそう、ちょっと話戻っちゃうんですけど、土曜日ね、高校の、同級生っていうか同じ部活だった人とバーベキューしたっすじゃないですか。その後は二次会行ったんですけど、その時ね、当時俺が3年間バンド、3年間なんか固定でバンド組まなきゃいけなくて、部活の風習的に、ね、組んでて、そこのギターのやつが、来てくれて、ね、いろいろ喋ったんだけど、言ったかどうか忘れたんだけどさ、東京ゲームショーあったじゃん。東京ゲームショーのさ、スイッチブースっていうのがあって、そこでスイッチのパートナーの人はね、そこのラウンジャーっていうところに入って、いろいろおしゃべりしたりできるんですよ。そこでね。で、スイッチブースの中を、なんか、写真撮ってくれる人がいて、そいつだったんだよね。高校3年間、一緒にバンドを組んできたやつが、カメラマンとして、スイッチブースで写真を撮ってて、いや、チキじゃない。普通に写真撮ってくれて、なんかどっか、やれてたのかな。その、ツイッチに、お願いされてやってるじゃなくて、その、ゲームショー開催側が、仕事をお願いしてるとこかな。それはバカってびっくりだよ。こんなことがあったんですよ。狭すぎるよね、世界は。いや、もう俺は一発で気づいた。あ、何々じゃねえつって。あれ？シーナちゃんって言われて、おいそいっすとか言って。なんかその直前に、当時のクラスメイトから連絡もらって、今シーナがこういう仕事してるよっていうのを聞いてたから、ワンチャンって思ってたけど、本当にいたわ、みたいな感じだった。なんか、お互いね、お互いなんかこう、びっくりしすぎることなく終わったんですけど、まあそんなことがありましたね。いい距離感、別になんか久しぶりに会ったからって言って、特になんかこうめっちゃ会話をするわけでもなく、お久しぶりういういみたいな、お久しぶりっすみたいな感じ。お互いね、普通はね、うわーなんとかじゃん、うわー何してんのこんなとこで、ってなるのが割と普通というかね、佐賀だと思うんですけど、我々は特にそういうこともなく、そういうこともなく、しれーっと終わりましたね。3年間も一緒にバンドやってたら、もう、お互いのやりたいことし、やりたいこととか、お互いのもう喋りたいことすべて喋り尽くしてるからさ、逆になんかこう、新しい話題をこう、作って持ってきてみたいなのって難しいですよ。難しくないですか？しかも別にさ、高校3年間終わったらそのまま終わったわけじゃなくて、それから大学2年ぐらいまで全然一緒だったし、なんなら、そいつが留学するタイミングで俺も留学してみたいなのがあったから、なんか結構、情報交換的なのは、大学卒業するぐらいまで全然あったから、なんかその、なんだろうね、久しぶりすぎる感みたいなのも特になくて、何になってもその感じでいられる友達いいですね。そうだよね、普通はね、先々週の高校のクラスのね、3年生の時のクラスの飲み会もあって、その時はね、結構みんな、うわ、なんだみたいな。すごい、こんなことやってんだみんな、へぇみたいな感じだったけど、まあそういうのはなく、しれーっと合流して、しれーっとなんか、喋って終わって帰るみたいな感じだったね。で、おもろかったのが、最後に行ったところが、その喫煙所が、あるタイプの居酒屋さんって言ったらいいのかな、席で、なんかタバコ吸えるとこじゃない。名前割と多いんだけどさ、今都内だと。
喫煙所があって、そこにタバコ吸いに行ったわけですよ、僕とね。よく一緒に遊んでる一個下の子がいるんだけど、で一緒にタバコ吸ってたら、まあって知らない人入ってきて、二人組が。で、なんかそのスペース的に、喫煙所が狭いとさ、何人までしか入れませんみたいなのって結構コロナ禍あったじゃない。同時に利用する数は何名までみたいな。その人はちょっと気を使ってくれて、なんか気のいい、すごい若いお兄ちゃん二人だったんだけど、入ってきて、あ、ここって何人ぐらいまでとかってわかりますって言われて。あ、いやいや、別にもう大丈夫じゃないですかつって。その、お互いね、くっつきすぎるわけでもないし、換気扇ちゃんとついてるし、つって。わーって話したんだけど、その喫煙所のさ、壁にさ、くっそでかい穴開いて、穴が開いてたんですよ、実は。ありえんほどでかい穴が開いてて、これどういうことですかねっていう話から、めっちゃ発展してすげー仲良くなったんだよね。すんごい仲良くなったの。もう帰りもね、わざわざ俺らの席まで来てくれて、お兄ちゃんたちバイバーイとか言って帰ってってくれて、すごいなんか、喫煙所っていいよなって、改めて思わされたっていう、ちょっとほっこりエピソードだ。あ、そうそう、穴は、わかんない。何があったかはわかんないんだけど、いや、換気口とかじゃなくて、なんか普通にぶん殴ってなんか穴開いたみたいな感じで、こんな穴開くかみたいな話をしてたら、そのお兄ちゃんの一人がね、なんか、なんだ、建築をやられてる方なのかな、かなんかで、で、ここ鉄板入ってないんすねみたいなことやったら、そのもう一人のお兄ちゃんの方が、そんなんやってもわからんからみたいな。で、施工ミスとかじゃなくて、多分本当に、なんか普通に、なんかこう、酔った勢いで壁ぶん殴ったら穴開いちゃったみたいな感じだと思うんだよね、誰かがね。その、穴の、何、塞ぎ方みたいなトークが始まって、そんなん言ってもわからないから、みたいな。みんな仕事別なんだからさ、みたいな。っていう、なんかコントみたいなのをあの二人はやってて、それに俺らがなんかちょいちょい突っ込みながら話すみたいなことやって、すげえ仲良くなって。すげえ仲良くなってみたいなことをね、やってました。やっぱね、喫煙所っていいですよね。